アジサイを作ってみましょう。ハムやソーセージを使います。薄く切ったら花形で抜いていきます。大小を取り混ぜて、無駄がないように材料を使いましょう。全部の花の型が抜けなくって少し欠けた形になってしまっても使えますので、残りがないように使いましょう。花がある程度抜けたらご飯やパンに並べていきます。形がちょっと欠けている花も下に置いて上から隠せばちゃんと使えます。細部にこだわらず全体的に楕円になるようなイメージで並べれば OK です。大きいアジサイや小さいアジサイを入れて楽しんでみてくださいね。花の部分ができたら葉っぱを作ります。塩茹でした絹さやをこんな風に葉っぱの形に切って花の下に入るように両側に置きます。こうすると花のシルエットや色がとても際立ちますね。それからアジサイといえばやはり雨のイメージがありますので、塩茹でのインゲンを斜めに切ってちょっと添えてあげると、アジサイが雨を受けてとてもみずみずしく生き生きと咲いているなっていう感じが伝わりますよね。これで雨降りの日も楽しい気分になれそうです。